僕はお願いします。司会という大役をいただきましたテレビタレントの千田光雄です。どうぞよろしくお願いいたします。頑張ろう日本、東北地方太平洋沖地震起源第9回大輪会チャリティーイヤーショー。皆様、今宵はようこそお越しくださいました。情勢の厳しい中、去年よりも十数名増えております。本当に本当にありがとうございました。皆様にお願いします。皆様こんばんは。去る3月11日に起こりました史上最悪の東北太平洋岸の大津波地震、続きまして福島県の原発のトラブル、本当に心を痛めております。被災者の方々に心からお見合い申し上げます。私は、1週間ほど前ニューヨークに行っております。その時に、ニューヨークの方々が日本が何とかしてくれないと我々のジェネラルモーターズもフォードも iPad2 もスペアパーツが日本から来ないのでどうかなってしまうという、懸念の声があちらこちらで聞かされました。しかしそれと同時に東北の方々が世界に見せてくださった勇気、あの沈着な態度、そして皆様が助け合い痛がり合い、たった3枚のトーストを、いや私1枚で結構です、次の他の方に差し上げてくださいというあの譲り合いの精神、私は東北の方々が日本民族をこれまで世界に素晴らしい民族だということを知らしめてくださったことに大変感謝するとともに、皆さんもきっと心を打たれたのではないかと思います。私自身戦争中に福島県の浪江というところに疎開しておりまして、でも今見るも無残な、もう言葉をもう見つからないぐらいの悲惨な中、先ほど大輪会の会長も私どもが今年はやめようか開催しようかと散々迷った挙句の開催、本当に迷いましてどうしようかというところだったのですが、東京もダメになってしまったら自粛自粛ということでダメになってしまい、経済が回らなく不況に陥り潤わなかったら私どもが落ち込めば東北を助けることもできず、また日本がダメになれば世界的な大影響となります。そんなことで本田美恵子さん以下私どもみんなで決起して心一つにして戦って、今日このようにたくさんの方が私どもの志に賛同してくださいまして、お集まりいただきましたこと本当に感謝いたしております。東京のパワーをさらにもっともっと上げて、私たちが一丸となって日本を前のような日本に、あるいはさらにもっともっと繁栄できるように願ってやりません。それでは最初に、不幸にもこの度の悲劇で命を落とされた方の献杯、そして今日ここにお集まりくださいました皆様のお多幸とご繁栄、
そして王林会のますますの王林会のますますの成功繁栄を祈念いたしまして、皆様高らかに乾杯を。それでは乾杯。ありがとうございました。ありがとうございました。明日は来る。